他の診療院の岡野です、えー、漫画でわかるプラセボ効果の14回目、えー、井戸の日本5月号に、えー、掲載されています今回の特集はダンスですね、えー、とこちらはい。えー、のせ坊悟りを開くという回ですけれども、えー、もう14回目ですねあと2回で 移動の日本は休館になってしまいますので、おそらくこの連載もあと2回で終了なのかなという風うな意味で言うと、ちょっと切ない感じがいたしますけどねで。まあまずはこの漫画のあらすじを見ていきたいと思います。ノスボウ君の,の、えー、ibs 偽針治療をまずはやってる状況ですよね。プラセボーくんがハリチをやってるんですけれども、も、えー、プラセボーくんはですね。ノスボ君がトイレのでですねえー。施術の時間に遅れたということで結構ね。 のせ君を非難すするんですよねさらになかなか症状が良くならないことについても、えー、あんまりですね、えー、のせぼうくんの気持ちに寄り添わないわけなんですねだからこうのせぼうくんとプラセボうくんの、えー、関係っていうのはちょっとね冷え込んでる感じの、えー、状況になってますでそれを見かねた、えー、和尚さんがですね次回からさらちゃんやってくれよということでさらちゃんまだ、えー、新米の鍼灸師なんですけれども サラちゃんがやることになったとということですよねただもうこの針治療っていうのは偽の針治療なんですね新刊をただこう皮膚にのせて叩くだけなんであの、まあ、それをのせぼうくんは針治療苦手なんでそれを知らないわけなんですよねでさら、えー、ちゃんがやることになりましたとでさらちゃんの時もですねやっぱトイレで、えー、実際の施術の時間に遅れてしまうわけなんですねだけどもそ,のそういうことってあるよねってそういう病気だもんしょうがないよねっていうふうに。 あの気にしないでよっていう感じですすねサラちゃんんはのせ僕に優しく接するわけなんですねさらに、えー、症状なかなか良くならないかもしれないけど針治療っていうのはちゃんと研究論文が出ててね鍼灸、えー、学校の先生があの針でちゃんと良くなるっていうふうに言ってたよっていうふうに言って結構こう、あのー、優しく自信を持って、えー、接するわけなんですね。えー、のせぶくの気持ちに寄り添う共感を持って、えー、接すると。 ということで結構いい感じの、えー、患者さんと生理、えー、者の関係がサラちゃんとノセボくんの間ではできてる状態が、えー、整っているということなんですね。で3週間後どういう風になってるかなという風うにせぼ、えーくんにですね、えー、サラちゃんが調子どうかなっていう風に聞くといい感じが続いてるよと俺針治療が合ってるかもっていう風にですね言って。 じゃああとは心の持ちようかなというふうにアドバイスをするわけですね。でそこでまあ和尚さんがノせぼくのところに来てですね、えー「腸の具合っていうのは体質だけじゃなくて心の葛藤の表出でもあるんだろう」っていうふうにちょっと自分の心に素直に生きてみたらどうとかいいというふうに言うとですねちょっとえー 改心したかなっていう雰囲気をちょっと醸し出してこの漫画は終了するんですけどもこの醸し出し方がもしかしたらこの「のせボ悟りを開く」というですね題に、えー、通じているのかなというところなんですよねでまあこの漫画の内容の、えー、ネタですねその解説ということになりますでこれを漫画の、えー、元ネタはハーバードメディカルスクールの2008年の研究のようですね えー、過敏性腸症候群の患者262人を集めて、えー、3群にランダムに割り付けしましたと1つの群は無処置群もう1つは偽の針と、えー、会話を少なめに、えー、3つ目は、えー、偽の針治療と、えー、会話を多めにその多めの内容というのは温、えーえー、重な雰囲気で相手に共感を持って自信を持って接すると。 いう感じなんですよね、まあ、詳細は、えー、こちらの解説の方に書かれてるんですけども大体そんな感じですで、えー、この会話の内容っていうのは全部台本になってて標準化されてるものなんで、えー、全ての、えー、治療者は同じことを言っているということなんですねでその結果どうなったかっていうところなんですけども、まあ、2, 2とグループの2と3っていうのは週に2回計6回、えー、治療を行ったということですねでそうすると、えー、包括的な えー、治療の効果ですよね、包括的、3週間後の包括的改善スケールの平均スコア、これはあのスコアが大きければ大きいほど改善の程度が高かったということなんですけれども、3.8、えー、4.3、5.0と。 いうことで、三、えー、番目が一番多いと。で、えー、無所集が一番少ないスケールになっているということなんで、で、この三つはそれぞれ有意差があったということですね。で、えー、もう一個の結果、二十八、四十四、六十二パーセントっところは、症状が十分に楽になったと答えた人の割合です。それが二十八と四十四と六十で、これもやっぱり二、えー、より三の方が。えー 結果はいいわけですよね。これも有意、えー、さが結統計学的に、えー、あったということですね。でこれでわ、えー、かるのは本当に針治療してないんですよね。偽の針治療でこのように使った針っていうのは何、えー、ですかねおもちゃのナイフありますよね。こうやって刺したと思ったら、えー、中にバネが入ってて歯が引っ込むみたいな。針針を打ったら、えー、針の先は、 皮膚に当たるけれども、えー、針はトントントンって言っても引っ込むみたいな、そういう針治療、針、あの偽の針なんですね。だから針の先が皮膚に当たる感じはあるんだけれども、実際には刺さってないみたいな、そういう針ですよね。で、えー、それを使っての針治療、あの偽の針治療だったわけですけども、それでも効果があったということなんですよね。 でじゃあどのどこの、えー、改善した理由というのはどういうところなのかなというふうに分析してみるとこの無処置群でもそれなりに改善されてるとでその理由というのは、えー、自然経過とと平均回帰と放効果なわけですねでこの偽の針治療プラス会話の少なめのグループでは、えー、それよりさらに効果が高かったと、えー、結果が良かったんですがその部分というのはこの偽の針治療への期待感によって 効果がより高まったと。で最後にも三、えー、グ,グループにはより、えー、効果が、えー、高かったんですけれども、それっていうのはそれに加えて良好な人間関係っていうのができていたと。それが、えー、結果として、えー、こういう形になったということが、えー、考えられるわけなんですね。あとは。 えー、この話を先ほども申し上げたように、えー、患者への接し方を標準化して台本化していたにもかかわらずですね、えー、治療者にによっって臨床効果に大きな差があったということなんでですねで、えー、この最善の治療手段とか、えー、治療技術とかですね患者の対応をマニュアル化したとしてもそれを超えて臨床効果に差をつける何かが存在するというふうに この会室の著者は、えー、と筆者おっしゃってるんですけれどもまあそれは何かなっていうふうに考えてやっぱ見た目とかあとは喋り方とかですかねそういうところで、えー、もしかしたら差が出てるんじゃないかなっていうのは、えー、個人的には考えられるところですかね。ですのでやっぱりこう,こう臨床をやってる上で鍼灸地の方の、えー、雰囲気っていうんですか着てるものがどういうものを着ているかっていうのもあの。 関係しししてるででょうし見た目の風貌ですひげ、ね、を生やしてるかどうかとかですねあとは女性なのか男性なのかっていうのももしかしたら関係してるかもしれませんしあと年齢見た目の年齢ですよね。えー 年が若い人より年を,年をこうお年を召してた、えー、施術者の方がなんか貫禄があってベテランのような雰囲気を感じるなっていうふうになってちょっとこう安心感っていうか期待感っていうのはく強く、えー、持ちやすいのかなっていうふうに個人的には思うんですけどねまあその辺のやっぱり個人的な部分なんで一人一人が,、えー、きが感じる期待感っていうのはやっぱ違うわけなんですよねだからそういうところで、えー、差が出てきたんじゃないかなっていうのは。 感じますか、ねはい、でまああと私が感じたところで言うと、えー、偽の治療でこういうだけの効果が出るっていうことは、えー、実際の治療っていう、えー、例えば病院の治療ですよね病院の治療っていうのは、まあ、エビデンスに基づいて、えー、効果がちゃんと、えー、実証できてる治療が、えー、病院で行う治療と保険診療というやつですよね。 なんで、えー、そっちの治療はもちろん大事なんですけども逆にこういう、えー、いわゆるプラセボ効果っていうのを、えー、治療効果っていうのはあんまり、えー、重,重視されてはいないんですよね。ですのでこういう、えー、客観的に客観的な治療効果っていうのは病院で、えー 治療してで主観的な治療効果ですね。あ効いた気がするとか良くなった感じがするとか痛みが、えー、と和らいだ感じがするっていうそれっていうのは、えー、主観的な部分なんで科学的にはなかなか分かりづらい客観的には分かりづらい部分なんですねそういう、えー、主観的な、えー、治療効果を期待するんであればこういう鍼灸治療っていうのを組み合わせてやっていった方がいいのかなと。統合医療いいうのはある意味エビデンスに基づいた 治療する現代医学とそのプラセボ効果によるえ主観的な治療効果を期待するこういう新規治療とかまあ、代替医療ってやつですねそれを組み合わせたやつが統合医療というふうに言われるんじゃないかなというふうに、えー、考えられますでは例えばですね、えー、学校学校教育っていうのが、えー、病院病院の治療っていうのは学校教育だとするとこういう代替医療とか新規治療っていうのは おそらく塾とか予備校とかそういうところでの、えー、教育というのが、えー、例えられるんじゃないかなと思うんですね。だから学校プラス塾とか予備校っていうところに行くことによって、えー、さらに教育効果が高まるわけですよね。ですんで、えー、病院での治療に組み合わせて鍼灸、えー、院とかそういう代替医療っていうのをやると。 治療効果はさらに高まるんじゃないかなというふうに私は考えますそういうことで統合医療というのをですねこういうプラセボ効果っていうのをまあ悪いものとかまやかしとかですね気待だけの効いた気がするだけのものっていうふうなことではなくて今の現代医療に欠けている部分の ものなななんじゃないかなと現代の治療に足りてないところをこれによってプラセボ効果によって補うべきものなんじゃないかなということを申し上げて今回の動画を終了といたしますごご視聴いいただきありがとうございます。